て入ってるかな佐々木と申します。とりあえず歌います。とバックナンバーでチェックのワンピース歌います。夜の街を見下ろしながら、なんとなく気づいたことは、みんなに綺麗に光ってたってさ、自分は見えないんだよな。この街は色とりどりに光と影を連れて明日へ向かう。この中で僕たちも光っていたのかな。これからで佐々木と申します。と埼玉県出身16歳、高校2年生で、普段はツイキャスとかで配信をしています。今回が初の箱ライブで、と初めてなのにメインアクトで30分間やらせていただくんですけど、よろしくお願いします。とチケットを私から取り置いてくれた人はありがとうございます。いつも。そして他のアーティストさんを見に来た方は初めまして、よろしくお願いします
めっちゃ緊張しててあんまり面白いこと言えないんですけど、次の曲をいきます。と次もまたバックナンバーで Stay With Me を弾きます。
次の曲はハンプバックさんの背景少年よって曲です。あんまりツイキャスとかでもやったことないんで知らない人が多いかもしれないんですけど、はい、やります。夢はもう見えないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜ、今はもう見れないさ、あいつも変わったな、笑い合った日々をバカみたいに思い出している、ひび割れ青春、ここでお知らせがあるんですけど、次のライブが決定してまして、また同じキャスルズさんの企画でやらせていただくんですけど、3月21日の木曜日の祝日のお昼に下北沢でライブをするので、ぜひ予定が合えば来ていただきたいです。また会いましょうって感じです。で、その21日、私誕生日が18日で近いんで、プレゼントとして来てください。17歳初ライブなんで、まあセブンティーンなんで来てください。じゃあ次の曲いきます。分かんなくなっちゃった。次はサウシードッグの煙って曲やります。私たちね、もう大人だからね、好きなだけじゃ一緒にいられないのはもう分かってるよね、それじゃあまたね、なんてずるい言い方しなくたって、君以外映らないのに、白いハイヒールも日に日に減った、休みの日の外出も抑えきれなくなった、日々の窮屈さや不満を数えればきりがないよな、
好きじゃなくなったらすぐに言ってね、なんて冗談半分で言うんじゃなかったな。走って走って走って立ち止まって見渡せばここがどこだかわからなくなった。何がしたいかわからなくなったんだ。放った言葉は煙になって消しかけたあの日君の目は宙を泳いだ。私たちねもう大人だからね、好きなだけじゃ一緒にいられないのって。ちょっと待って、その瞳にはもう僕は映っていないんでしょ。ずっとずっと分かってたよ。うだうだ過ごしたあの日々が無駄になる気がした。やだやだこのまま知らぬふりを通せば君とまた笑えたかな。走って走って走って立ち止まって見渡せばここがどこだかわからなくなった。何がしたいかわからなくなったんだ。放った言葉は煙になって消しかけたあの日僕の目は宙を泳いだ。ついた嘘までつかせてるようじゃな、疑ってしまうよな。ああ強がっていったじゃね、バイバイ過ぎ去っていった。待って待って今僕の前に君が横にいなくなっただけ、ただそれだけだろう。走って走って走って立ち止まって見渡せばここがどこだかわからなくなった。何がしたいかわからなくなったんだ。放った言葉は煙になって消しかけたあの日君の背は青く染まって消えていった。無力に伸ばした手静かにしまった。静かにしまった。ありがとうございます。と次の曲で最後の曲になります。と今日は本当にありがとうございました。とラストはオリジナルを歌いたいと思います。とこの曲はなんか何をしようか迷ってる人、友達がいて、その人に向けて書いてたんですけど、途中からなんか自分にも当てはまるなって思う、当てはまるなって思って自分に、途中から自分に向けて書いてました。と夢中になれるものがない人とか、やりたいことが多すぎて決まらない人とか、絶対にいつか自分が何をしなきゃいけないか決めなきゃいけない時が来るんですけど、自分がそれを選んで正解かは今は絶対わからないんですけど、でもその悩んで悩んで選んだことは絶対に間違いじゃないと思うんですよ。だからそれが合ってたとしても間違ってたとしても、今は悩んで選ぶべきだと思います。そんな曲です。優秀って曲です。何もできないことはない。
辛い時が来るかもしれない、一人涙する夜もあるかもしれない、だけどやってみなけりゃわからないから、どうしたらいいですか、何から始めればいいですか、あれですかこれですか、どうしてもいいですか、自分のしたいようにしてもいいですか、許してありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さんどうも、佐々木さん、はい、どうでした今日は。めっちゃ緊張しました。緊張してた？ あんまりあのポーカーフェイスなんであんまり出ないんですけど、めっちゃ緊張してます。緊張してた、はい。何回目のライブ？初めてです。初めてのライブ。路上ライブ1回だけやったことあるんですけど、はい、発行ライブは初めてです。初ライブにしてはもうなんか堂々としてましたよ。あ、隠すのが得意なんで。隠すのが得意なの？すごいね。怖いね。なんかいろんな意味で怖いね。いや、そう、路上ライブは去年の何月頃だっけ？11月の頭ですね。11月頭だっけ？ちょくちょくやってるんですか？いや、それ以来はもう寒いから無理かなって思ってやってないんで、あったかくなったら多分やります。あれ？それ1回だけ？あ、それ1回だけです。あ、そうだったんだ。そ
これね、たまたま僕あのツイキャスで見ててね。ですか。ありがとうございます。で、あのなんか緑茶ちゃんも来るとかなんか言ってね、言ってなかったっけ。そうですね。なんかあの私の前に、うん、あの違う子が弾き語りをしてて、あ、そうなの？うん、あの2月にキャスルさんでる瀬川優さんがやってて、うん、それの後にやって、合同してやったの？合同じゃなかった。合同じゃなかったんだ。なんかでも同じ場所で やりました。ね。なんかやってた、誰かやってたなっていうのはその時ね僕覚えてて、でちょっと覗きに行ったんです実は。本当ですか。うん、そうでも誰が歌ってたのかその時ねちょっとよく分かんなくて、なんかやってるぞっていうのはねしてたんでね、まあ、それをちょっとたどってね、声かけさせていただきました。あの時じゃあそこでいたんですね。そうですね。その時じゃあ見てた人も結構今日来てるのかな。あ、来てくれてます多分ね。あそこなんか結構人がね溜まってるから路上しやすいっちゃしやすいけどね。すごい全然怒られなかったんで。あ、本当にそうなんだ。まあでもね、あの寒いからね、暖かくなったら。でも来年受験生なんで、はい、迷ってます。あ、じゃあ早めにもう夏休み以降もう動けないから早めにどんどんやっていかないとって感じですか。そうですね。はい、わかりました。そしてじゃあ次のライブも決まってるしね、楽しみですね、はい、今年は。ぜひ来てください、ね、そう、3月21日ここよりもちょっとね小さめの、もうちょっとなんかこうギュッと詰まった感じの、ステージになってますので、ね、楽しみにして、また結構先だけどまたねぜひ来てください。誕生日近いんで来てください。佐々木さんはなんかギターはずっと弾いてんの。今高2で、うん、高校入った時に始めたんで、あと3ヶ月で3年目もう3年目、だから2年弱ですね今は。ああそうですか。なんかしっかり今日ギター弾けたからね、ありがとうございます。ギターをずっと弾いてたんだなって感じでした。ギターもいいギターですか。どうなんですかね。なんか高そうな感じだけど。ヘッドウェイを使ってます。へえ。そんな高くないのかなじゃあ。そんなに高くないと思います。本当になんかいい音してましたよ、うん。ありがとうございます。でオリジナル1曲。はい。最後。ね、いい曲じゃないですか。ありがとうございます。はい、何曲ぐらい持ってるんですかオリジナルは。まだ1曲しかできてなくて、次のライブまでにはもう1曲、もう1曲、あ、いいですね、書きたいなと。3月まで1曲ぐらい書けるよね。もう1曲と言わず3曲ぐらい書いてガシッと。ちょっと完璧主義なんで、自分が作った曲がうまく、なんかいまいちだなと思って破り捨てるんで、はい、あんまり進まないんですよ。あ、そうですか。もったいないね。どん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 臆せずに、はい、ありがとうございます。いただけたらと思います。はい、じゃあ最後の告知とか皆さんにメッセージとかあったら。今日20枚ほどフライヤーを書いてきてるんですけど、そのライブの告知が書いてあったのでまだ出してないんですけど、終わったら出すんでよかったら先着順で持ってってください。可愛くしたんで。はい、はい、わかりました。はい、はい、佐々木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。